木村と山口の2人を倒し、力道山は名実ともに日本プロレス界の頂点に立った。そんな中、力道山のもとには門下生の駿河海、遠藤に続けと新しい弟子たちが日増しに増えていった。力道山は日本橋にある道場で自らを鍛えるとともに彼らの指導に当たっていた。その頃、この道場の向かい側にプロレスリングセンターの建設が進められていた。これは鉄筋5階建てのビルであり、プロレスのジムとしてはアメリカにもない世界一のものである。力道山もこのセンターの完成を心待ちにしていた。プロレスリングセンターは昭和30年7月8日にオープンし、力道山もそこでトレーニングに励んだのである。昭和32年、力道山はアメリカへと渡った。力道山にとってアメリカ西海岸はハワイとともにプロレスを始めた頃に転戦して歩いた心のふるさとである。の本場アメリカでも力道山はリングに上がった。力道山は必殺技となっていた空手チョップを披露し、アメリカ人レスラーや観客を驚かせたのである。このように海外に出向いた時の力道山は観客を魅了するエンターテイナーの他にプロモーターとしても活躍していた。遠征の傍ら、人気、実力、個性のあるレスラーに次々と声をかけ、日本に呼び寄せたのである。この力道山の手腕が、その後の日本のプロレス人気を支えたと言ってもよい。広大な土地を力道山は大好きだった車で走り回った。力道山はある契約を結ぶためアリゾナに向かった。3年越しの交渉の末、以前ハワイで戦って惨敗した世界ヘビー級チャンピオンルーテーズと日本で戦うことになったのだ。力道山はアリゾナにあるテーズの自宅に招かれた。憧れのテーズを倒すことは力道山にとって悲願となっていたのである。試合は10月に東京と大阪で1回ずつ行われることになった。10月13日、力道山とテーズの第2戦が大阪で行われた。東京で行われた第1戦は時間切れ引き分けだったため、この日はまさに決戦となった。今度こそはと力道山の奮闘を期待する観衆は続々と試合場に詰めかけ、その数実に3万と言われ、開始前早くもリングは興奮のるつぼに投げ込まれている感じであります。満場の注目を浴びて王者ルーテーズが白いリングローブで入場。6フィート2インチ230ポンド41歳の年齢を超越して、柔軟のうちに比類なく強靭さを秘めている理想的なレスラーであります。一方、万雷の拍手と歓呼の中に日本のホープ力道山が
くりと桜をあしらった紫のローブをつけて入場。一生の決意を胸に5フィート11インチ250ポンドの大使は8年ばかりの好調さを示しています。アメリカ側カラシックコミッショナー代理、日本側工藤コミッショナー代理の選手権試合宣言が行われ、満場緊張した空気が漂いました。いよいよ61分3本勝負、世界選手権試合の幕が切り落とされました。レフェリーはフレッチス。両雄油断なく睨み合っています。柔軟無比のテーズのタイプ、強靭類いなき力道山のタイプ、がっちり組み合いました。奥にはちょっと揉み合う両選手、レフェリー、テーズの技に対して注意を与えました。それに対しましてテーズ猛然と抗議。テーズはこのフレッチスのレフェリーに対しましては初めから不満の意を表明しています。防具には油断のできないテーズ、力道山身長ちょっと空手の構え、テーズはロープで逃れました。テーズはこの試合初めから力道山に空手を打つチャンスを与えないように厳重な注意をしています。背後からずっと組み合いました。力道山左を制しました。テーズ巧みに呼吸を図っています。うまくなりました。すぐにレッドスタートに入りました。テーズの鮮やかな技でやります。十分に腰を引いた力道山もよく腕固め投げになれました。テーズたちまちレッドスタートで力道山の首を攻めています。足をバタつかせて逃れんとする力道山、万力のごとく締め付けるテーズの両足、ようやく見えました。受け止めましたテーズ、もう一回腕固め投げ、さらにヘッドシザーまたかかりました。サイドに渡りますテーズのヘッドシザー、のごとに鮮やかな技でやります。この辺はテーズの一人舞台でやります。しました。鮮やかな両選手の応酬、今度は力道山の構成でやります。完全に射程に回りましたテーズ、足をバタつかせ柔軟なタイプで反撃のチャンスを狙っています。テーズはむしろ射程に追い込まれました時に警戒を要すべきレスラーでやります。力道山慎重に攻めています。強力ミスがアームロック両手に逃れんとくるルーテーズ、世界の王者を決め上げます力道山。テーズ立ち上がりました。首投げに関係しております。力道山これを許しません。なんとかしてロープへ逃げんとしております。腕固め数分、試合時間もほとんど10分を経過点としております。ついにロープへ逃げましたテーズ、だいぶ左腕が痛そうであります。力道を再び構成に伝としますがレフェリーに止められました。力道の空手打ちを警戒してまたロープへ逃げたテーズ、事故不意と